ゆこです。ゆなです。アリアです。ゆめかです。ゆらりです。ピンクラテピーピー始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は原宿のインスタ映えスポットメイクリーです。イエーイ。はい、ということですね、まずこちらに来ました。プリンセスワンスプーンというお店ですか。お店のっぽい、シンデレラっぽい、でなんかちょうど12時になって前で止めてるのが可愛い。あーあーすごい、魔法が解ける直前。すごい、靴を落とすよ。よく気づいた。すごい。じゃあちょっと早速ね、写真を撮りたいな。みんなで撮り合いっこして。そうね、うん、せーの、どうぞ。撮ってあげようか。いや、ありがとう。いい感じ。場所よし、次めっちゃ可愛いです。なんか最近技術が上がった気がします。どうやってもいいし、じゃあ、可愛いです。可愛いです。バスのありがとうございます。ありがとう。めっちゃ可愛くて。最初その顔。最初からか。原宿メンタルクリニックにやってきました。イケメです。今からここで写真撮ってきます。はい、全然ね、病院に見えない。じゃあ撮っていきましょ う。せーの、どうぞ。え、なんだ、何で行く、3軒目に行きたいと思います。せーの、はい、やってきました。3軒目、この名前はアウェイサムスワッツオーソアウソアウソいい、やってきました。すごい、まずこの壁の、ね、インパクトがすごい。ちょっと写真撮り合っていきたいと思います。せーの、どうぞ。めっちゃいい。え、めっちゃいいの撮れたよ。これノーマルで撮った方がめっちゃいい。かわいい。え、いい感じだよ。もう少しで。あの全部で3軒もありましたね。はい、1軒目はプリンセスワンスプーン、2軒目が原宿メンタルクリニック、3軒目がオーサムストアです。夏休み原宿に遊びに来た時にぜひ、でも3軒おすすめなので、ぜひぜひ寄ってインスタ映えしちゃってくださいね。皆さん、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知を。